我々日本人の祖先でありながら、未だ多くの謎が解明されていない民族、縄文人。現代でも日本人の文化や思想、人間性に至るまで、あらゆる面で縄文人の痕跡をうかがい知ることができます。今から約1万5千年前から栄え、歴史上最も長く続いたとされる縄文時代とはどういった時代だったのでしょうか。本日は、世界の歴史が変わる、縄文人の正体とは、について、 探ししていきましょう。縄文人と縄文文文人と化。皆さんは縄文時代にどんなイメージを持っていますかおそらく多くの人が想像する縄文人は狩猟採集生活を営みその日暮らしをしているという印象なのではないでしょうかしかし近年の学説ではこうした縄文人のイメージが覆りつつあるといいますその理由は大きく分けて2つあり1つは縄文時代の土器や技術が世界最古級であるということ そしてもう一つが、縄文人の持つ遺伝子が世界でも稀に見るほど、複雑で特殊なものであったことがあります。まずは一つ目の理由について探究したいと思います。青森県にある、大台山本遺跡から発掘された時は、放射性炭素年代測定の結果、1万6500年前のものだということが判明しました。これは、世界で見つかっている時の中でも最古級のものであり、 さらにこの大台山本遺跡から発見された石族、つまり石の矢尻は、世界最古のものとして認定されています。つまり縄文人は、1万6500年前にはマセイ石器を用いていたことになります。他にも、北海道の函館市では世界最古の漆製品が、青森県八戸市からは世界最古の弦楽器、また沖縄では2万3000年前の釣り針が発見されていたり、2023年8月には、 普天マグウドウケツから3万年以上前の人類の生活根が発見されました。さらに驚くべきことに、3万8000年前の時点で、すでに、黒曜石を伊豆諸島から船で運び込んでいたと見られる形跡も発見されています。このことから、世界最古の往復航海は日本だったのではないかと言われています。これらの発見から、縄文時代は少なくとも1万6,500年以上前から始まっていたことは確実です。 このように世界最古とも考えられる縄文文明の注目すべきポイントはその古さではなく、その長さにあります。縄文時代は、平和な時代が1万3000年以上続いたとされており、気が遠くなるほど長い年月の間に、戦争の形跡が一切見つかっていないという、世界的に見ても稀な時代なのです。また、この時代は男女の差や貧富の差がほとんど存在していなかったと考えられています。その証拠に、 発見された土偶は女性をかたどったものも多く存在しており、彼らが女性を重要視していたとも考えられます。また、縄文時代の名前の由来になった時の装飾を見ると、多種多様な縄文が施されていたこともわかり、土偶を見ると服装はおしゃれで装飾品を身につけており、顔などには化粧なのかタトゥーなのか、文様が刻み込まれていることもわかります。実際、縄文時代の遺跡からは翡翠を用いたアクセサリーなどの、 装飾品も見つかっていますまた面白いことに全国の縄文遺跡から発見される翡翠は、新潟の姫川から産出したヒスのみが発見されています。このことから、縄文人は沖縄から北海道まで広く交流を持っていたとも考えられます。これは天候に左右されやすい狩猟採集生活の中で、各地を移動していたからではないかと考えられてきましたが、驚くべきことに、 千年以上その場に定住した痕跡が残る遺跡が多数発見されています。石川県で発見されたマワキ遺跡は4000年間も定住した形跡が、北海道の柿の島遺跡はさらに長い6000年間も定住した形跡が見られます。食物が不安定であったり、争いが起こっていれば6000年間も同じ場所で定住することは不可能だと言えるので、縄文時代は本当に平和な時代で、 持続的な社会が形成されていたとかうこと,を伺い知ることができますこのような持続的な社会が形成されていた要因に縄文人のシェア文化があるといいます。縄文人の正体、そんな縄文人とは一体何者なのか、最新の DNA 解析によって今までの定説を覆す発見がなされました。それが縄文人にのみ存在する P の染色体の発見です。縄文人は もともと東南アジアや東アジアにルーツを持つ民族だと考えられてきました。しかし、最新の研究では近隣諸国の人々と我々日本人の遺伝子には明確な違いが存在することが明らかになりました。それが縄文人の D の染色体なのです。人間は X 染色体と Y 染色体という二つの性染色体を持っています。女性は X 染色体を、男性は Y 染色体を持っており、 子供には X 染色体が引き継がれます。そして男性から X 染色体を受け継ぐと染色体は XX となり女性に、Y 染色体を受け継ぐと染色体は XY となり男性になります。近年、遺伝子研究の発達により、不景の Y 染色体をどこまでも遡ることが可能になりました。そして数々の研究の結果、枝分かれした遺伝子系統の一覧がまとめられました。 その結果日本人の持つ愛染色体のハプログループは、アジア人に応用系統が50%、D 系統が40%、そして残りがその他の系統に属することが分かりました。最も応用系統は弥生人由来のもので、これは近隣諸国からのラ来人のものだといいます。その他の系統もアジア人に多く見られる系統ですが、40%を占める D の系統だけは異質としか言い表せないほど、 世界でも一部の地域でしか見られない稀な系統なのです。このことから、縄文人はアジアとは別のルーツの流れを組む、ホモサピエンスだということがわかります。ハプログループをさらに細かく細分化すると、この D 系統は D1A と D1B に分けられ、縄文人は D1B 系統になります。近い系統の D1A に属する人々は、チベットやインド東部のアンダマン諸島という、限られた地域で発見されていますが、 D1B 系統は日本国内でしか発見されていません。つまり、縄文人は遺伝子的に完全に孤立した民族なのです。そんな縄文人は一体どこからやってきたのか。これは Y 染色体のハプログループが分岐した年代を見ると分かってきます。ハプログループが分岐して D 系統になる前は、DE という系統でした。この DE という系統もかなり特殊で、 その発生は7万年前の東アフリカの一人の男性に起こった異変に端を発します。遺伝因子の一つである ALU 配列が、本来関与しないはずの愛染色体上の DNA 配列に干渉しました。これは遺伝情報的にはイレギュラーなことで、この変異を YAP と呼びます。そして YAP 遺伝子を持った状態で増えた子孫が DE 系統になり、それが5万年前には D 系統まで枝分かれしたと言われています。そして、 D 系統の人々は他の遺伝子と交わることなく、遠い東の地である日本を目指しました。それが我々日本人の祖先である縄文人なのです。では、D から分かれた系統であり、縄文人の D 系統と近い、E 系統はどこに行ったのでしょうか。E 系統が分布する地域は、主にアフリカ、南ヨーロッパ、中東が挙げられます。中東といえば、ユダヤ人が有名ですが、 現在の白人系ユダヤではない古代イスラエル人たちは、我々と非常に近い系統の E いのグループだと考えられます。古代イスラエル人と日本人に見られる共通点は、もしかすると遺伝子レベルで関係が深いからかもしれません。しかし世界で唯一 D1B の遺伝子を持つ縄文人は、あらゆる遺伝子が混ざり合った混合民族であったとも言われています。しかも世界でも稀に見るレベルであらゆる遺伝子が混ざり合っているとも言われています。 世界で唯一の遺伝子を持つ民族が、混合民族とは一体どういうことなのかそれはつまり、縄文人は日本に定住した後、世界中から日本を訪れたあらゆる人種の人々を受け入れた人々だったと言えます。そして、異なる文化や価値観を受け入れて交わっていったのではないでしょうか。そこで争いが起こらなかったのは、万物に神が宿るというアニミズム信仰に基づく、 八百よろずの精神を縄文人が持っていたことの証明であり、これが現代まで続く日本人の柔軟な宗教観の礎になったのではないでしょうか。縄文人は異なる文化を受け入れる柔軟さと同時に、海外の人々を縄文人の文化に染め上げていったのです。縄文人は所有欲を持たず、全てをシェアするという文化で一万年以上も平和な時代を築いていたのです。しかし、 弥生時代になると所有欲を持った人々が海外から多くと来し、争いの時代へと変遷していきます。北海道では弥生文化を拒み、縄文文化を継続しようとしたと見られる痕跡が見つかっています。結果的には弥生文化に淘汰されてしまいますが、何かしらの意図を持ち、アフリカからまっすぐ日本を目指した D の集団は、誰か一人が飛び抜けた力を持つことが争いを生むきっかけになることを知っていて、所有しない。 というルールを作り、最後までこれを守ろうとしたのではないでしょうか。まるで、遺伝子に過去に争いがあったことが刻み込まれていたかのように、それは、人類が過去何度も滅んだという、世界の伝承を裏付ける証拠になるかもしれません。また、世界中からあらゆる人種の人々が日本を訪れ、それらを受け入れ共存し、平和な世界を構築していたというのを裏付ける証拠も存在します。熊本県に鎮座する平立神宮には、 五色神面と呼ばれる面が奉納されており、これは五色人が世界の祖神のことであると伝わっています。世界中の人種は木、白、黒、赤、青色の五色人から始まったとされ、平イ神宮では、現在でも5年に一度、五色人祭が行われており、世界中の人々がこの地を訪れ世界の平和を願うのだといいます。平イ神宮の創建は不祥とされていて、 2000年以上前にはすでに存在していたことは確定していますが、境内の御神木の名脈は1万5000年以上前と言われていて、同じ株から繰り返し木が再生し続け、現在は10代目で、その樹齢は2000年以上と言われています。また、この場所では祭祀跡が見つかっており、現在の平立神宮が混流される以前から、人々の信仰の場所であったことは間違いありません。また、アメリカ先住民であるホピ族にも、 五色人の話によく似た伝承があります。かつて世界には赤、黄、白、黒の人種がいて平和な世界を構築していた。そんな伝承を残すホピ族のホピとは平和という意味があり彼らもまた争いを好まない人種でした。またホピ族の伝承では過去人類は何度も滅んでいるとも伝わっておりその結果現在の黄、白、黒の人種になったのではないでしょうか。 赤人と青人がムーヤレムや、アトランティスといった超古代文明の人々のことなのか、はたまた赤鬼、青鬼といった鬼伝承にヒントがあるのか、日本人やモンゴル人のほか、世界でも一部の人間にしか現れない猛虎藩が、実はホピ族にもあるといい、肌の一部に青い痣ができるのは青人と交わった名残だと考察する人もいます。いずれにせよ、壮大なロマンを感じることは間違いありません。縄文人と高度文明。 平立神宮には他にも面白い話があります。平立神宮のご神体である鏡石の表面には、豊国文字で朝日のお穂神と、裏面には、アヒル草文字でひふみのりとが書かれています。豊国文字もアヒル草文字も漢字以前に日本で使われていたとされる神代文字ですが、日本最古とも言われる神社のご神体に刻まれているという事実は無視できません。実は日本では、こういった神代文字が多く発見されています。 豊国文字やアヒルクサ文字はもちろん、押して文字やカタカムナ文字、出雲文字やカスガ文字、他にも多くの神大文字が存在し、その文字で書かれた古文書などが見つかっています。その真偽は不明ですが、出雲族の歴史を伝える、久神文書は神大文字で書かれていたもの藤原の不人が漢字に直したと伝えられていることなどからも、全てが嘘だとは考えられません。また、 日本には人代文文字字と並んで発見されれている文字がが、存在します。それがペトログリフです。ペトログリフとは象徴となる岩石や洞窟内部の壁面に一生文字が刻まれた彫刻のことを言います。日本では多くの巨石群が発見されており縄文人が自然信仰の中で巨石を信仰しそこで祭祀を行ったとみられる痕跡が多く残っています。そしてそれらの巨石には フェニキア文字やオガム文字等の世界中の文字が刻まれているといいます。米国非文学会の発表する定説では、かつての地球にはある航海民族がおり、彼らが世界中を回って文明を結ぶ役割を担っていたと考えられています。縄文時代は、丸木船と呼ばれる、木をくり抜いて作る船が利用されていました。国立科学博物館の実験で、この丸木船は与那国島から台湾への航海に成功したことで、 縄文人たちの公開技術は非常に高度であり、他国へと渡ることも可能であったのではないかという結論に至りました。実際、南米エクアドルからは約6000年前の縄文土器が発見されています。これは、聖塔竹内文書の、イザナギとイザナミの16人の王子たちが、世界中を回りながら文明を起こしたという伝承とも一致します。縄文人たちは、自然崇拝の信仰の対象である巨石に、 自分たちの思いや考えを文字として記していたのかもしれません。日本語で石を石というのは、縄文人たちが石を込めたことに由来するのではないでしょうか。これらのペトログリフは、研究を行おうとしても政府からは予算が出ないと言われています。研究が進み、これまでの歴史とは違う事実が判明することを避けているのでしょうか。また、政党竹内文書において、伊ザナギと伊ザナミが最初に降り立ったとされる場所は岐阜県の暗い山ですが、 暗い山にほど近い場所には、金山巨石群と呼ばれる巨石群が実在します。金山巨石群は、岩刃影遺跡巨石群、戦国意志のある巨石群、東山巨石群の三つを合わせた総称のことを言います。岩刃影遺跡巨石群の主体は、明見神社です。明見神社といえば北極星信仰ですが、麓にある岩から明見神社の右側の岩を見上げると、その先に北極星、 北斗七星を見つけることができます。目印となる右側の大きな岩には9つの杯状の穴があり、そのうちの7つの穴を線で結ぶと、北斗七星と同じ飛翔の形が浮かび上がります。その形は現在のものではなく、約8000年前の北斗七星の形になっており、この事実から、遥か昔の縄文時代から天体観測が行われていたことがわかります。また、 近隣から発掘された土器や石器も今からおよそ8000年以上前のものだと判明しています。戦国石のある巨石群の名前の由来となった岩には、斜めに日本の線が刻まれています。この日本の線が示しているのは下手の頃の太陽の方位や高度で、さらに、その線の上には大、中、小の3つの楕円が刻まれています。その形は下手の前後約1ヶ月間、この岩の下にある洞窟に差し込むスポット孔と一致します。 そのため、この岩は下肢の観測に重要な役目を果たしていたと考えられているのです。これらの数々の巨石は、偶然観測に適した位置にあり、縄文人に利用されたのでしょうかもし仮に偶然だとしたら、ここにあるそれぞれの巨石が、観測のための役割を持っていることに疑問が残ります。そして春分、月肢、秋分、冬至などを観測することで、一年の時節を知ることができた巨石天文装置、 縄文時代にそこまででを知る必要があったのでしょうか戦国石のある巨石群の一番高い位置にある岩はかなり高い位置にあり下に見える岩も意味のある配置に見られます仮に近くに岩があったとしても観測に最適な位置にこの巨石を動かすのには相当の技術が必要なのではないでしょうかまたそこまでして暦を必要としたとするなら縄文時代に農耕が行われていた可能性が高くなります ひだ地方にはひだ王朝伝説が存在しています。日本書紀や釈日本儀に登場し、ノリトでも読まれるひたの国は、ひだかの国だという説があり、イザなぎ、イザなみと暗い山の関係や金山巨石群。もしかすると縄文時代のひだには、私たちが想像するより、はるかに高度な文明が存在していたのかもしれません。ひたの国は、東北地方にかつて栄えた国家であるという主張も存在します。これは、 山和から見て東の方角、日が昇る方角に存在した国を指していたのではないかという考察に基づいています。神代文字で記された古文書、発末帯には、北上の国がイザナギと伊ナミの故郷だと見られる記述があります。伊ナギと伊ナミは故郷である北上の国から名前を取って、暗い山周辺の地名を、日だと呼んだのかもしれません。縄文時代の高度文明というと、カタカムナ文明もあります。カタカムナ文明とは、 アシア族と呼ばれる人々が、一万三千年前に生活していた国のことを指します。独自の文字を使い、宇宙観を持ち、科学技術、哲学、宗教、製鉄法、稲作、農業、石器政策、織物、医学など、高度な知識を有していたと見られるカタカムナ文明は、六甲山周辺で栄えたのではないかと言われています。他にも宮下文書では、富士王朝という、 かつて富士山麓に栄えた古代王朝について記述されていたり、九州にはハヤト族と呼ばれる独自の文化を持った人々がいたりと、かつての日本には多種多様な民族と文化が存在し、各地で集落や国家を運営していた可能性があります。そして、それらの国々は互いに独立しながらも、争うことなく互いに交流していたのではないでしょうか。古代縄文人の直接の子孫だと言われている三加は特定の住処を持たず、 山の中で暮らすことから、山の民と呼ばれています。彼らは独自の文化を持ち、呪術なども得意で、参加語を話し、それに対応する文字も使っていたといいます。江戸時代末期の探検家、松浦武四郎は旅の途中で病に倒れた際、参加に命を助けられ解放されたことを著書の中で語っています。その著書の中で、参加は非常に優しく、真面目で勤勉な人々であり、 争いを好まないい性格をしていると記していまます。まるで縄文人たちの文化や生活を色濃く受け継いでいたかのような彼らもまた古代日本の真実を知る民族なのかもしれませんそして傘下や他の縄文人たちと深い関係が示唆されているのが出雲族です九神文書に記される民族出雲族は島根県だけでなく日本全国に彼らの痕跡を見ることができます九神文書を伝承する九神家は 熊野本宮大社の宮司の一族で、出雲族と関係が深いと言われています。実際、和歌山県と島根県には共通点が多く、和歌山県にも出雲という地名があり、熊野神社や日の岬と呼ばれる岬などもあります。また、京都の亀岡市にある出雲大神宮は出雲信仰の始まりとも言われており、その周辺の綾部市にも和歌山県や島根県と共通する地名があります。また、綾部の初代藩主、 九神高末はその名の通り、九神家に連なる人物です。和歌山県の日の岬は日高平野にありますし、綾部と出雲の間にある現在の豊岡市は合併までは日高町でした。日高といえば、北海道や埼玉、高知県などにも地名が残っており、また日高見の国との関連性も示唆されています。出雲族は、かつて出雲王朝という巨大国家に住み、他の高度文明と交流を持っていた民族か、 あるいは日本全国にいた縄文人たちの総称なのではないでしょうか。世界に広がり、再び日本に戻ってきた天津神に対し、出雲の神々を国津神と称するのは、日本に残り日本で文明を発達させた人々に対する異形の念も込められているのかもしれません。2024年から2025年にかけて、都市伝説界隈では大きな変革が予言されています。天変地異が起こり世界の様相が一転するのか、 これまでの歴史認識とは大きく異なる真実が判明し、これまでの常識から大きく変わる世界が来るのか、縄文人が築いた持続的で平和な社会が再び訪れたとき、世界の中心にいるのは我々日本人なのかもしれません。以上、世界の歴史が変わる、縄文人の正体とは、について探究してみました。もし、このテーマについてのご意見や情報がありましたら、コメントで教えてください。 また都市伝説探究機関公式 X を始めましたので、こちらもフォローをお願いします。それでは、次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。